坂職、株式会社、繁殖は、H2O リテイリンググループのスーパーマーケットの経営及び食品製造や販売を行う、企業群の統括や事業活動の管理を行っていた企業。2016年、平成28年6月1日に、持ち株会社としての機能は株式会社 H2O 食品グループに会社分割し、スーパーマーケット経営を 主とする企業となり株式会社ハンキューオアシス2006代目に称号変更した2年、平成18年3月27日に発表し、同年6月に譲渡契約を締結した、医療機器大手の2プロの全額出資主会社で、食品スーパーマーケット、日商ストアを手掛ける日商の買収で、阪急百貨店の食品スーパー部門の売上高は、 約九百億円と、ほぼ倍増することになった。こうした、経営統合に対応して、グループ内の事業を整理効率化することを狙ったで、食品事業グループを統括する、中間持ち株会社として二千六年、平成十八年九月一日に、阪急百貨店、現、H、通往リテイリングが八十三点七パーセント阪急食品工業が十六点三パーセント 出資して設立され、阪急オアシスと阪急ファミリーストアと阪急日商ストアの食品スーパー3社、阪急デリカと阪急フーズ、阪急ベーカリー、豆田抜きの食品製造会社4社と阪急フレッシュエールを、軽波車を完全司会とする純粋持ち株会社としてスタートした。なお、阪急食品工業については2006年、 平成18年6月に阪急デリカ、阪急フーズ、豆だぬきに事業を新設分割して、以後は休眠会社だったが、2008年、平成20年3月31日に H2、オーリテイリングが吸収合併している。統合後は、買収により、3回入りした半球日商ストアの一体化を進め、その一環として2006年、 平成18年8月10日に、京阪電鉄沿線に阪急オアシスとしては、初出店した阪急オアシス、平方出口店グループ化した阪急日商ストアが、近隣に展開する阪急日商ストアネア川店。クズは、店と共に、同一エリアに展開する店舗として、ドミナント形成を図るなど、参加の3つのスーパーマーケットの合計で年間、7から8店舗出店して、 京阪神間でのドミナント強化を進める方針を掲げていた。その後、参加の3つのブランドのスーパーマーケット事業の整理を行い、阪急オアシスを主力ブランド、阪急ファミリーストアを都心型の店舗に用いるブランドとして、阪急日照ストアのブランドを廃止する方針になり、同ブランドの店舗は、阪急オアシスや阪急ファミリーストアへの転換が進められることになった。 また、2008年、平成20年1月にプライベートブランドに関して、バローと業務提携し、子会社の阪急ーフーズなども活用して、価格訴求型のプライベートブランドハートフルデイズを、同年9月27日か店頭に展開し始め、その後高価格帯のプライベートブランドプライムタイムの展開も始めて、価格帯の異なるにブランドを展開するなど新たな商品戦略も立ち上げていった。 2008年、平成20年5月20日には、坂職として始めた、物件開発から行った初の店舗である阪急、ファミリーストア今里店を開店するなど坂職が、グループ全体を考慮した、出店戦略も立ち上がっていった。2008年、平成20年10月1日に阪急オアシス、阪急ファミリーストア、阪急日商ストア、阪急フレッシュエールの、K4 社を、 九州合併して事業会社となり、スーパーマーケットの運営を直接一括して行うようになった。同年11月28日に合併後の初出店となる阪急ファミリーストア宮古島店を開店させて、総店舗数を58店として新たな一歩を踏み出した。阪急日商ストアのブランドを廃止して、阪急オアシスや阪急ファミリーストアへの転換する 方針に基づいて、店舗戦略が進められたため、2009年、平成21年2月21日に阪急、ファミリーストア東、かや店を開店した時点で14店となった、阪急ファミリーストアが13店だった、阪急日商ストアの店舗数を上回り、2010年、平成22年2月2日に阪急、ファミリーストア住吉店を開店した時点で9、 日照ストアの店舗数が3点に減少して、阪急オアシスの44店と、阪急ファミリーストア15店となるなどにブランドへの集約化が進められていった。阪急日照ストアは2011年、平成23年11月11日をもって消滅している。2008年、平成20年10月1日付で、阪神百貨店系だった株式会社ヘンゼルが喫茶、 飲食店や社員食堂の運営を行う部門の統合により、株式会社ヒューメックフーズ及び株式会社キャンティーンウエスト合併して株式会社ハートダイニングとなることに伴って、同社のベーカリー事業を継承して新たに、ヘンゼルのブランドのベーカリー事業を子会社のハンキューベーカリーが継承し、三影クラッセの各テナントとして出店した阪神百貨店三影店は、 デパ地下形式の食品売り場を持っていたが売り上げが低迷したため2009年、平成21年8月5日に不審だった食品売り場の75%に当たる2080メートルを引き受けて阪急オアシス三陰店を出店するなど H2O リテイリングの発足に伴って統合された阪神百貨店に関連する事業の展開を始めた。2010年、 平成22年10月5日からは、H2 オーリテイリングのグループ内だけでなく、阪急阪神ホールディングス参加の鉄道やホテルなどが個別に発行しているポイントカードのポイントを共通化して相互に利用可能にするとともに、両グループ共通のポイントが付与されるクレジットカードのステシャ、スタシアカードの導入も始めている。また、2011年、 平成23年3月11日に発生した東日本大震災の義援金募集の際にはそのポイントカードのポイントを義援金として寄付できるサービスを両グループが共同で行った。2016年平成28年1月28日 H2O リテーリングはグループの再編を発表。同年4月1日付で坂職は株式移転により 食品事業の持ち株会社となる株式会社 H2 王食品グループを設立。同年6月1日に、坂職は持ち株会社機能を H2 王食品グループに会社分割してスーパーマーケット経営を主とする企業となり、株式会社阪急をアシス2代目に称号を変更した。2008年平成20年6月にプロジェクトを立ち上げて、 国内外の有力スーパーマーケットを視察して、研究を重ね、専門性、ライブ感、情報発信の3つをコンセプトにした、皇室食品専門は2009年、平成21年7月に阪急オアシス、千里中央店、同年8月に阪急オアシス見か店を、プロトタイプとして開店させて、事業展開を始め、プロトタイプとして出店した店舗が、軌道に乗って、新店外れも、 計画数値に対して2桁増で推移した。そうした、高成績を受けて2010年、平成22年5月20日の阪急オアシス、宝塚山手大店や、同年4月1日の阪急オアシス山品店など、新店舗として開店させるとともに、同年7月1日に阪急オアシス南千里店、同年8月5日に阪急オアシス向子の総店。 同年10月1日に阪急オアシス本産の案同年10月9日に阪急オアシス日清中央店など既存店の改装による出店を含め阪急オアシスのブランドで皇室食品専門館の水平展開を図った。さらに2010年平成22年11月2日に開店した阪急オアシスアワジ店や2011年平成23年1月13日に 改装の阪急オアシス宝塚店で、皇室食品専門館の小型店舗プロトカを図って、2012年、平成24年2月1日に開店した、阪急オアシス、平野西店や2012年、平成24年3月1日に開店した、阪急オアシス、野中北店などの競争の激しい大阪市内などに出店するとし型。 皇室食品専門館の出展が進められるようになり、同年6月7日の阪急オアシス昭和町店や、同年7月7日の阪急オアシス同心店、阪急オアシスの絵店、阪急オアシス阿部の店など、阪急ファミリーストアを改装して、阪急アシスに転換して、大阪市内でのドミナントを盤石にする戦略の展開が進められるようになり、阪急ファミリーストアのブランドも廃止された。 高品質路線を支えるため産地直送の生鮮品や自家輸入のグローサリーの取り扱いの拡大を進め、その一環として、繁華高品の開発や海外からの調達を、マーチャダイジングの考えが似ている他社と共同でり組み、品質を高いレベルで保ちながら、商品を配送するため三温度帯での配送を可能にする総合物流センターの建設にも着手している。こうした、 産地直送品調達体制強化の一環として2012年、平成24年1月20日に、長崎県とのパートナーシップ宣言調印を行い、長崎県産品の売上拡大を目的に包括的連携をして、長崎県の生産現場と、経した共同開発や、物産展と商談会の定期的な開催などで協力していくことになった。 乾物類製造の半球フーズや米飯、惣菜製造の半球デリカ、パン製造の半球ベーカリーを産化に持つことを活かして、製造から販売までの垂直統合をして、惣菜やベーカリーを中心に SPA 化を進めて生鮮新しい切り口による加工度を高めた商材を提供するなど新たな商品の提案にも取り組んでいる。また、専門性を追求していくための人材育成という、 課題に取り組むために2012年、平成24年8月1日に、肉や魚介類など、処理やレジなどの技術研修だけでなく、実際の店頭と同じ重機を使って、商品の陳列や、ポップなどの配置を含む、ビジュアルマーチャライジング技術を学べる、実習室を備えた坂カ食研修センターを、大阪府豊中市の服部西店2階に開設した。こうした、 基盤整備を行って、皇室食品専門館のレベルアップを進め、2012年、平成24年以降は、年間6から7点と出店ペースを加速して、ドミナントを形成するとともに、商品の海外からの安定調達のための、海外進出を基盤に、海外出店も視野に入れた検討を始めている。純粋持ち株会社から事業会社になった後も、 夏季の食品の製造や販売を行う子会社を有していた。現在は株式会社 H2O 食品グループの子会社となっている。なお、過去に子会社だったマメ抜きは2012年、平成24年4月1日付で半球デリカと合併した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。